こんにちは。おもちゃのリサイクルショップトイプラネット伊勢崎店さんのウルトラマンコーナーに来ました。今回ね、結構こんな感じで服掛けというよりも立たせた状態でいっぱいあったんですよね。相変わらずゼットンめっちゃあるよっていうね、謎のゼットン軍団があるんですよ、トイプラネットさんには。そして、お、これあれじゃん、ベリアルキャッスルだっけ。ソフビと遊べる系のおもちゃだったんだけど、ちょっとね、最後投げ売りされちゃった感じなんだよね。いいおもちゃだと思うんだけど、まあ場所取るからかな。お、そして眼球ね、平成を代表する怪獣の一つですね、一体。まあこのゴルザもそうかな、眼球ゴルザあたりかな。やっぱ平成を代表する怪獣というとやっぱ眼球ゴルザなんですよね、僕の中で。まあ、昭和だったらね、まあゼットン、レッドキング、バルタン星人とかいるけど。お、これ、お、こっちもあるじゃん。これ合体するんですよね、ガッツセレクトの、なんだっけ、もう名前忘れちゃったんだけど、そう、合体するんですよ、この2機は。これトリガーの変身アイテムかな。デッカーとかね、いろいろありますね。この辺ソフビ関係になってくるのかな。お、あ、これちょっとなんかこれ限定、なんか雑誌付録っぽいんだよな、ウルトラチェンジビークルの。お、サイバーゴモラとかもかっこいいよね。そしてゴモラ、ゴモラは800サイズで口が開いてるやつ探してるんだけど、なかなかないんですよ。それやっぱレアなんだよね。あと、まあメトロン星人はまあ持ってはいるけどね、真ん中に縫い目があるやつがレアで探してる、まあ、探してるってこともないけど、まああったらいいなぐらいのね。やっぱあとレアで言うとウルトラマンネクサス関係の怪獣っていうかモンスターたちはちょっとレアかな、割とね。お、ウルトラの母、お、そしてビッグサイズソフビですね。この辺の大きいサイズのソフビかな。ウルトラマンのソフビって大きい方がテンション上がるもんね。そしてこのショーケースの一番下の段にもね、ウルトラマン関係があって、なんかカラータイマーすごい多かったんだよね。まあ、ガチャガチャのカラータイマーもあるけど、まあ、それ以外のもあるんだよな、なんか。お、ここにもある、こっちの棚、あ、ショーケースの一番下もウルトラマンコーナーなんだな。これちょっとね、ディズニーコーナーなんですよ。ダッフィー系売れてるね、主力商品だよディズニーの売れてますな。あ、これあれじゃん、ベアなんだけど、あのトイストーリーの4のキャラクターだよね。で、ツムツム、お、鬼滅の刃の、おーっと、これ白のバッグじゃん、クレヨンしんちゃんの白。あ、ミミッキュだ。ミミッキュも最近のポケモンの中で結構人気ですよね。ドラえもん、そう、あのお母さん方用のバッグとかもあるんでこれね、地味にすごいんですよ。これヨギボーなんですよ。ただ値段もちょっと高めだね、やっぱヨギボーだからね。ヨギボーの、まあ、クッションじゃないけど、ぬいぐるみみたいな。まあ、ぬいぐるみクッションみたいなやつかな。いいですよね。何これ？何だろうこれ。これあれかな？トイストーリーの子かな？バターカップだっけ？お、ピカチュウの尻尾。これ何？アイラップのティッシュボックス。あ、でかいやついるね。あの、コストコ的なね、とこのやつかな。いいね、これカンタムロボ。これいいぬいぐるみなんですよ。これ最近のゲーセンのね、ぬいぐるみで、この前もゲームセンターで見かけましたね。やっぱ値段まだ結構つくんだね。これはいいね。よくできてる。
お、群馬ちゃん。まあここね、トイプラネット伊勢崎店っていうね、群馬県にある店舗なんで、群馬ちゃんもいますよっていうね。お、デクだ。ヒロアカ。こっちもヒロアカとね、チーカーのコラボで最近やってたよね。ゲーセンにありましたね、最近。まあ、爆豪と。爆豪、デク、あ、マツケンサンバ。あと、トドキくんかな。マツケンサンバも最近また流行ってるからな。これはディズニーかな？これ何のやつなの？ディズニーじゃないのかな？なんだろう。ドラゴンみたいなやつがいたんですよ。ちょっとカメラアングルが悪くて。ごめんね。これこれこれ。あ、最近ね、まだまだ人気のパウパトロール。パウパトロール。で、あ、クリボーね。まあまあ、マリオ関係はね、結構人気ですよね、常に。マリオ、ディズニーは強いね。お、ダビ。ヒロアカ関係も最近すごい安く手に入るから嬉しいですね。あ、スリンキーだ。ぬいぐるみ結構あるね、やっぱ。うん、まあ、100円コーナーっていうのがね、もうあるんですけど、そっちはちょっとちっちゃいぬいぐるみばっかで、こっちの大きいのがあるんですけど、これね、最近のディズニー映画、最新かな？ウィッシュに出てきた子だね。声が渋いんだよね。あれ面白かったな。お、プーさんとスティッチ、すみこ暮らしもいる。あ、これ最近流行ってるよな。ガチャガチャとかでもよく見かけますね。猫が着ぐるみ着てる系の。もう何が流行るか分かんないよね。あ、ドラミちゃん。ドラミちゃんの昔の声優さんって、ドラゴンボールのブルマの声優さんなんですよね。これ何？さあ、こっちフグ掛けのコーナーですね。ん、なんだろうこれは。なんか乗ってたのかな。これ袋詰めする作業大変だったろうなっていう。これガチャガチャの猫かな、可動式の。もうクリームしんちゃん関係も結構ある。お、これはこれあれじゃないの、ティム・バートン的な。ドラえもん。あ、ドラえもん、これ、あの、去年の映画のやつだね。空のユートピアだっけ。今年は地球シンフォニーかな。音楽がテーマっていうね、珍しい、ドラえもんにしては。あ、このしんちゃんかわいい。寝巻きを着てるね、劇中の。お、こっちも服掛けのコーナーですね。これなんだっけ、なんか白とコラボしてるんだけど、白っていうかクレヨンしんちゃんコラボ。この男の子何のキャラだっけな。あ、ガチャピン。あ、ベイマックスだ。アクリルキーホルダー。お、ベジータ来ました。スーパーサイヤ人のベジータのキーホルダーマスコットみたいな感じかな。無一郎、鬼滅かな、あのキーホルダー。うん、しんちゃんだ。何これ、ライトかな。ただもうつかないかな。電池交換できると思うんでね。わかんない、できないのもあるか、昔のとか。ん、あ、これガチャガチャのやつだね。いいね、ドラゴン的な。寿司ドラゴンだっけな。え、なんだろうこの子。なんかのね、アーティストグッズの可能性もあるよ。米津玄師だっけ、あの人も出してたりするよね。お、クリリンだ。
お、ドラゴンボールの救い人形系かな。いいね、悟空とブロリーかな。お、スーパーサイズン3とか。お、バー、ピッコロじゃん。ピッコロの救い人形あったんだ。かっこいいね、ピッコロ。あ、ウルトラマンデッカーとかも指人形ですね。まあ、ウルトラマンショップとかで売ってるやつね。このふっかけのコーナーね、あのふっかけの方にあるソフビですね。まあ、食玩サイズのソフビが多いんだけど、まあ、500サイズとかもあったりして。なにこれ、なんか今塗装されてないやつなんだろう。さあ、ここがね、さっき言ってたちっちゃい系の100円コーナーのぬいぐるみコーナーですね。これ何のぬいぐるみ？あー、これゲームあったよね、 DS でね。何これ、ピカチュウ。あ、トリプル A のパンダね。 A パンダだっけ。めっちゃありますね。あ、大島優子クッション。何これ、あ、キスマイじゃん今の。よく見たらキスマイっていうね。あ、アーニャだ。何これ、え、これ何だろう、わからん。ちょっと怖い。栽培マンかと一瞬思ったけど違った。栽培マンベビーじゃないの。うん、鬼滅の刃とかやっぱ多いですね。あ、グルーだっけ。このね、ガチャのやつ、これガチャのやつなんだけど、これいいですよ。100円ならかなりお買い得。はい、ということで今回もおもちゃのリサイクルショップトイプラネット伊勢崎店さんでお買い物していきました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、評価ボタンを押しててください。ではまた、バイバーイ。